皆さんこんにちは。前回は拙速動物門の多広角上項、南高校の内子の配備、シャコ、本エビ上目までを紹介しました。今回は袋エビ上目、厚紙エビ上目です。袋エビ上目は本エビ上目の種以上に多様で種数も上回っているとされます。この分類はメスが育児脳という器官を持つことで特徴付けられていて、ほとんどの場合、その育児脳は胸脚の基部が丸い壁となってできた空間です。また、胸部が融合することなく、耐雪性が一目でわかるのも特徴となります。発見されているものがおよそ2万種超ですが、この20年の間に発見数が3倍に増加したことから、たった数万程度はで到底収まらない未発見種がいるとされます。短脚目は横エビやワレカラなどを含む分類です。多くの場合は定性動物ですが、遊泳するものも、寄生するものもいて、多様です。胸部のうちの最初の1節が頭部と融合しているため、見た目では胸部は7つの節しかないように見えます。胸部第1節の付属節は顎脚として機能します。それ以降の胸脚は分類によって様々な形状で、下脚と呼ばれるハサミ状になっていたりするのは実脚目のハサミ足のようで面白いです。腹部の6節は、前半と後半で分かれていて、前半3節の付属節は遊泳のための足として用いられ、後半の3節は尾部となり、付属節も足のように機能します。短脚目の分類は、古くは4つの亜目があったのですが、近年、分類が再編成されることとなり、7つの亜目になりまして、議論が続いています。そのため、この動画では旧分類、すなわち形態的特徴にのっとって4つの形態で解説することとします。一つが横エビ的な形態の分類。左右が押しつぶされたような扁平な体をし、多くの場合は岩や海藻の隙間に入り込んで暮らします。海や淡水だけでなく、一部には陸生の種もいて、浜辺でぴょんぴょん飛んでいる小さな虫は、陸生の横エビ、浜飛び虫類です。見た目的に水槽の景観を悪くするとして、駆除の話が持ち上がったりすることもあるんですが、海の生態系において非常に重要な役割を果たし、餌のこぼれカスや苔などを食べて増え、飼育魚のおやつになる生き物です。水槽に居ついているのならむしろありがたいことです。磯で意識してガサ入れしないとまとまった数を捕まえるのは難しいです。昔は横エビアモクというものでまとめられていましたが、現在では横エビ的形態を持つものは4つのアモクに分かれて分類されることになっています。一つはクラゲの実的な形態の分類。寄生性の分類で、クラゲの実やタルマワシを含みます。クラゲの実アモクです。外洋性に適応しており、やたら巨大な目や未発達な口器が特徴とされるのですが、おおむね3つの系統がごっちゃになって包括された他系統群の分類であるとされていて、そのうちクラゲの実アモクも消滅、分割されることでしょう。クラゲやサルパなどの浮遊動物にくっつき、場合によってはその宿主を殺し、外皮を防御壁として利用する種もいます。一つはワレカラ的な形態の分類。非常に細くて長い体をしています。主に海藻にくっついて生活します。ワレカラの仲間はハシアシ目におけるカニで、定性生活をするうちに遊泳のために機能していた腹部6節はほとんど完全に消失してしまいました。短脚目の場合、卵を抱くのは胸部であるため、遊泳しないのであれば腹部そのものが不必要になっちゃったんです。しかし腹部は水流を起こす機能もあったため、それを失ったワレカラは自分で水流を起こせなくなり、自発的に呼吸することが難しくなりました。水槽で飼育する場合、簡単に酸欠で死ぬので水流を起こす機材は絶対に必要となります。以前はワレカラ亜目とされましたが、現在はワレカラは実はそこまで遺伝的に横エビと差がないことがわかり、様々な横エビ的形態の種を含むセンチカウダーター目にワレカラは突っ込まれることとなりました。最後の一つはインゴルフィエリデア亜目。深海底、地下洞窟の塩水、鉱山の過小など、極端な環境にだけ生息している分類です。ワレカラと横エビの合間のような姿で、細長いミミズのような体を持っており、腹部の足は退化しているものの、腹部自体は存在し、尾部もしっかり残っています。詳しいことは不明、これに関しては他とは異なって短脚目に含まず、別の目とする説もあります。短脚目を語る上で外せないのが海溝オオソコエビの存在でしょう。世界で最も深い世界に生息する動物です。マリアナ海溝チャレンジャー海淵、水深が1万メートルを超える世界最深部では、まだ生態系が未発達な進化の発展途上にあるとされ、大型の捕食者がおらず、生息できる動物もごくわずかな前人未到の世界です。太古の昔に生物が陸上へ進出した時のように最深部への進出を先駆けていっている生物の一つがこの海溝オオソコエビです。頭脚目は船虫やわらじ虫、ヘラ虫や魚の絵などを含む分類群です。短脚目と同じように頭部と胸部第一節目が融合し、胸部第一付属節は顎脚となっていますが、それ以外の7つの胸脚は全て同じ形状をしています。呼吸に用いられるのが足の付け根のエラではなく、
腹部の腹紙が呼吸器と化しているのが特徴で、遊泳しなくなったために腹部自体は圧縮されて小さく退化しているものの、完全に消失はせず、呼吸器として機能するに至っています。最後尾の腹節と尾節が融合していて、見かけでは尾節からお足が出てるように見えます。体の前半と後半をそれぞれ別々に脱皮するという変わった脱皮をするのもこの目の特徴です。約1万種が基地の種で、うち4500種が海産、500種が淡水産、5000種が陸生種であり、実脚目や短脚目を差し置いて、陸上生活で最も成功を収めた甲殻類だったりします。わらじ虫やダンゴムシを指して、甲殻類だからエラ呼吸だという人もいますが、これは間違っています。陸生と羽脚目は腹紙は特殊化し、白帯という肺のような構造の呼吸器になっています。そのため、水に浸かっていると溺死します。甲殻類としては異例の乾燥への適応で、一部の種は砂漠にまで進出しており、乾燥をものともしていません。多くの場合は腐食や死肉を食べるスカベンジャー、デトリタス食性ですが、一部の種は草食だったり肉食だったり、多様であるために様々な生き方をしています。寄生性の種も割といて、魚の絵の仲間は魚に寄生式をすすって暮らし、エビやドリムシの仲間はエビのエラ室に寄生します。エビを取っていてたまに見つかる、頭胸部の側面がコブのように膨らんでいるものは、中にエビやドリムシがいる証拠です。クウマ目はクウマという動物の分類なのですが、学名がそのまま和名になっているもので、ギリシャ語で胎児という意味を持ちます。体の構造は頭部と胸部の第三節までが融合しており、胸部第三までの付属詞は3体の合脚となります。頭胸口は大きく膨れて空洞があり、エラ室のような形で中に付属詞を配置します。残る胸部の5節はバラバラになっており、5対の補脚が出ています。変わった点として、クウマの腹紙はオスのみが持ち、メスは腹紙を持ちません。クウマが卵を抱くのは胸脚の間の育児脳で、腹部では抱かないため退化消失しているのですが、オスのみ夜になると泳ぎ出して移動するので腹部は残り、オスだけ腹紙が残っています。なぜ泳ぐ必要があるのかは不明です。ほとんどが1センチあるかないかくらいの小ささで、堆積物の中に紛れて暮らしています。アミ目は小さなエビ様の動物たちの分類です。アキアミやオキアミとは全く別の分類で、有名なものはイサザアミですね。エビのように絵のついた複眼を持ち、その点で確かにエビ顔でエビに似た動物ですが、頭胸部の融合は胸部三節までで、そのうち前側に節から生えた付属詞がろ過接触に使われる楽曲となります。残る6対の胸脚は遊泳足となっていて、これで水流を起こすことでふわふわと浮く他に楽脚に通す水流を作る役目も持っています。メスではこの遊泳足の根本から育児脳が作られ、卵は胸部に抱えられて育つ形になります。アミ目でもクウマ目のようにメスには腹紙がなく、オスにだけ腹紙があります。オスの腹紙は生殖器としての機能を持つようです。メスの腹部には特に役割がないということになりますが、美容器を形成するうちの足には平行法があり、体全体でバランスを保つために残っているようです。アクアリウムではタツノオトシゴや幼獣王の飼料、イカの子供の飼料として用いられるのですが、飼育が案外難しく、生きた状態でストックしておくのが難しい動物です。同じような需要を満たせる生き餌としては明らかに横エビ類の方が簡単にストックできるので、網よりも横エビの方をおすすめします。ロフォガストリダ目は昔は網目に含められていた分類で、胸部3節目までが融合した頭胸口などの特徴は網目と共通しています。しかし二叉型の腹紙が支流ともに発達することや、お足に平行法がないことで網目と区別され、分子系統解析でも明確な違いが出ています。基本的に遠洋の深海種動物で小さくても1センチ以上にはなり、アミ目と比べかなり一回りも二回りも大きくなります。特に最大種であるスナソファウシやインゲンスは体長35センチと、魚と変わらないほど巨大化しています。タナイス目は学名がそのまま和名となっている小さな甲殻類の分類です。第二胸節までが頭部と融合して頭胸部を作り、その甲羅にはエラ室が形成され、中で呼吸をします。第一胸節の付属詞は楽曲となります。第二胸節の付属詞は折りたたまれたハサミ足となり、残る胸部の6節からは補脚が出ます。腹部は退化傾向で、腹詞はあったりなかったり種によってまちまちです。およそ900種ほどが発見されていて、ほとんどが海洋種ですが淡水の種もいます。浅瀬に比べ深海の種が豊富で、およそ同じ目とは思えないほど形状の違った種を含んでいます。ミクタセア目は深海底、洞穴、地下水脈系にのみ生息している謎多き甲殻類です。胸部の第一節までが頭部と融合しており、その胸節の付属詞は楽曲となります。箸足目と同じような形質です。見た目は頭脚目の腹部が残っているような姿で、5対の腹紙と1対の和紙を持ちます。2つの科が含まれ、そのうち片方のミクトカリ時代科は一族一種のみ、目はあるのに目がないという特徴があります。もう片方のヒアスキー代科は目もなく、この目の種は全て光のない世界での適応のために視覚の一切を失っています。
現在は合計でたった6種しか見つかっていませんが、生息している場所が人類の立ち入れない領域なので、実際にはもっと多様でしょうし、現在、人的影響で地下水脈系も甚大な被害を受けており、人知れず絶滅した種もおびただしい数がいると思われます。スペライオグリファセアモクもミクタセアモクと同様に地下水脈系に生息している動物たちで、その生態はほとんどわかっていません。胸部第一節が頭部と融合し、例によってその付属節は脱却となっており、残る胸部7節は補脚となります。補脚にはかなりはっきりと外足が発達し、これは呼吸器であると同時に、振ることで水流を起こし呼吸に役立つようです。現在見つかっている4種はすべて地下洞穴に住み、南アメリカ、南アフリカ、オーストラリアとかなり離れているところに点々と生息しているのですが、これは2億年前にできたテティス海というもう現存していない海に住んでいた共通祖先を発端とし、地殻変動で切り離されてそれぞれ全く別の大陸の地下水脈に取り残される結果になったようです。テルモスバイナセアモクも地下水脈でのみ見つかっている小さな甲殻類の分類です。この分類は他の袋エビ上目のものとは異なり、育児脳が腹側ではなく背中にあるという特徴があり、東京港がオスでは胸部3節目あたりまで、メスの場合はほぼ胸部の全てを覆い尽くすほどに発達します。この巨大化した東京港の中に卵を抱き、孵化まで育てるという点で他の袋エビ上目とは一線を画す分類となっています。アツシエビ上目は原エビ上目とも呼ばれ、一見すると横エビのような形状をしています。橋脚の外足が発達し、遊泳のための役割を持つというのが大きな特徴です。昔エビ目はすべて地下水脈系、洞穴巣の動物です。最大の種でさえ3ミリメートルと、かなり小型の動物たちです。胸部1節目が頭部と融合し、胸部のうちの7節からは外足の発達した橋脚が出ます。腹肢は退化傾向にあり、痕跡的に残るか、全く存在しないかのようです。南極以外のすべての大陸の地下水脈に分布していることが分かっており、人目にはつきませんが意外と多様です。アナスピダセアモクは南半球に固有で、大部分は地下水脈系の種です。こちらは昔エビ目とは異なり腹肢が退化せずに残っていますが、それが何の役割を持っているのかは不明です。タスマニア島にのみ固有のアナスピディダイカは地下水のものだけでなく、川や湖にも生息し、他の種に追われることなく生き残った生きた化石です。タスマニア固有の表層に住む種はその形状はほとんどエビであると言えるほど見事な修練進化を果たしており、エビっぽいけど胸部には体節がはっきりと残り、足の数もやたら多いという、素人目で見ても異質な存在であることがわかる姿です。今回は地下水脈系に生息する分類群を多く紹介しました。クモやヤスデ、実脚目にもエビ上項にも地下水脈に住む種類は多く存在します。深海以上に資源の乏しい世界のため、ほとんどの動物門ではごく一部の種だけが洞窟の環境に適応しているのですが、節足動物はその頭抜けた適応力をここでも活かし、最も多くの洞穴性生物を抱える動物門であり、様々な分類で地下水脈への移住を遂げています。今回の動画は一旦ここで終了です。節足動物3パート目は少し短いですが、これにて南高校は終了し、次の校へ移ります。次回は多甲殻上校のうち、残る6都市養成校と鞘高校からの紹介となります。しばしお待ちください。